トーンズ、まあ一応クリスチャンロックバンド、クリスチャンヘビーメタルバンドと言ってます。なので、あ、え、なんで伊万里って何ですか。伊万里というのはですね、伊万里焼きというあの焼き物がありまして、いろいろ理由があるんですね。あの伊万里焼きという、まあ、九州のあたりである瀬戸物がありまして、その器にですね、綺麗な絵が描かれてるんですね。で、まあ、いろいろ理由があるんですけど、その器というのはその土でできたんですね。でその、神様、その土でできた器に、どこだっけ、聖書のどこだかも全く覚えてないんだけど、土でできた器に、まあ、そのなんかいろいろ神様が入れてくれるかな、いいものを入れてくれたらいいなみたいな気持ちを込めて、でさらにそこにね、伊万里焼きの綺麗な絵を神様が描いてくれると、僕たちみたいな土の器でも綺麗に神様がしてくれますよという理由を今考えました。子供は結婚したくなるように伊万里さんって言います。奥さんの名前が伊万里さんなので、伊万里さん。一面は九州出身とかそういうことはないんですよ、佐賀県とかね。OK、じゃあ今日は皆さんにヘビーメタルをお見せします。いきなり飛ばします。いきなり飛ばしますが、最初の曲はアイアンハンマー、鉄の金槌という曲です。どうぞ聴いてください。
ナンバーです。次はね、元気な皆さんのために楽しい曲をお送りするよ。次の曲はウィニングソングといって、ウィニング、つまり勝つ、勝利するという曲ですね。で、勝利、勝つということはどういうことなのか、それはね、試合に勝つとか、ゲームに勝つとか、喧嘩に勝つとか、そういうことじゃなくて、僕たちの勝利はイエス・キリストにあります。天の国にあります。そんな感じでウィニングソング。
次は、僕はクリスチャンになってクリスチャンイエス・キリストを信じるようになって6年ぐらいなんですけど、次にやるこの曲はクリスチャンになる前に書いた曲です。自由についての曲で、なんというか、もう世界が広いんだから、この世界はとても広いんだから、もう自分の好きなように、自由に生きていこうよという曲なんですけども、まあ、今僕はクリスチャンなので、まあ、自由に生きていこうよと言いながらも、神様のイエス・キリストの言うように生きていこうねということを、後で無理やりつけて歌ってます。ビッグワールドという曲です。
ね、牧師様は、この子の牧師先生はですね、バイクに乗られるということを聞いておりますので、ハーレーですね。牧師さんがね、ハーレー、かっこいい、かっちょいいハーレーダビッドソンに乗っているということを、聞いてますので、僕たちにはバイクの曲があるんですね。バイク、ライドフォージーザス、つまりイエス・キリストの中のために、信じる者のために俺はバイクに乗って走るんだという、信じる者のために走る、そういう曲であります。もう知らない、もうぶっちゃけても知らないからね、いきますよ。 Ladies and gentlemen、 先生主君の教訓、スタート超エンジン、エンジンをスタートさせよう。 OK, we are Imari Tons, the first Christian heavy metal band from Japan, and this song is called... Wow! And this song is called... Thank you.
アンコール。